ヨスト逮捕後のヨスト夫、オーレンドルフとヨスト。1948年2月9日、ニュルンベルクでのアインザッツグルペン裁判で、ハインツヨストは、ナチスドイツ親衛隊の情報部 SD の交換。戦時中には、アインザッツグルペンの指揮官をしていた。最終階級は、親衛隊少将及び、警察少将。ヘッセン北部ホムベルクに、薬剤師の息子として出生。 ベンスハイムのギムナジウムへ通い、1923年にアビトゥアに合格した後、ミュンヘン大学、ギーセン大学で法律を学び法学博士号を得た。1927年5月に弁護士試験に合格。1928年2月には国家社会主義ドイツ労働者等へ入党。党員番号は75,946であった。1930年からは、 ヘッセンで弁護士として独立開業した。党内においては、党区指導者、関区宣伝部長を歴任し、1931年には、ナチ党の突撃隊隊員となった。法学学位があったことから、ナチ党の政権掌握後に、全国的に開始された、禁止化による、全国組織への党側からの浸透策である、警察監督官に抜擢され、 1933年3月には、ボルムスの警察監督官に任じられ、ついで10月には、ギーセンの警察監督官に転じた。ヘッセン州知事となった、ベルナーベストにこの頃より目をかけられるようになった。1934年6月に、ラインハルト・ハイドリヒから SD 入りを進められ、突撃隊から新鋭隊へと転籍して、スリー局の局長に任じられた。 1938年にはチェコスロバキアで最初に組織された特別行動部隊、アインザッツグルペンのレスデンの指揮官となった。1939年4月20日に新英隊少将に昇進し、8月にはグライビッツ放送局選挙事件の際にはポーランド軍服を調達する役割を果たした。1939年9月にハイドリヒが国家保安本部を立ち上げると、 第6局局長となり、1941年1月1日からは、警察少将も兼任した。1942年3月23日に、東部戦線のアインザッツグルッペン衛隊司令官、フランツ・バルター・シュターレッカーがパルチザンに殺害されると、これに代わって、アインザッツグルッペン衛隊司令官に任じられ、東部戦線へ赴きユダヤ人の銃殺を指揮した。 さらにリガで東国の保安警察及び SD 司令官となった。第6局局長の地位は1942年6月まで留任したが、ハイドリヒが暗殺された後に解任され、局長代理としてバルター・シェレンベルクが任じられた。さらに9月2日には、アインザッツグルッペン衛隊司令官からも解任され、国家保安本部には残留した者も役職はなく、 中央から完全に外され、英軍集団付け部占領地区大臣代理として、ニコライエフに左遷された。1943年からは、武装新衛隊軍曹として、東プロイセンのラステンブルクに駐屯する対戦車、両兵予備訓練部隊に転属した。1945年1月には、ハインリヒヒムラーの決定で、ヨストは、新衛隊から除かれ、年金も剥奪された。 1945年4月にアメリカ軍に逮捕され、1948年には他のアインザッツグルッペン指揮官たちと共にニュルンベルク継続裁判の一つ、アインザッツグルッペン裁判にかけられた。ここで終身刑を宣告されたが、1951年には仮釈放された。その後は土地管理人をして生計を立て、1964年に、 ベンスハイムで死去した。ウィキメディアコモ Commons には、ハインツヨストに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。